こんにちは。3月18日水曜日、午後の FX フラッシュです。Forex TV ジャパンの石田がお送りします。この時間は前日の欧米市場の復習と、今日の東京市場、午前の値動きをレポートします。17日のニューヨーク為替市場は、FOMC、アメリカ連邦公開市場委員会を18日に控えて様子見が続く中、朝方は2月のアメリカ住宅着工件数の大幅増加などを受けてドルが買われましたが、中盤以降はアメリカ株価の大幅な反発を受けてリスク許容度の広がりから、ヨーロッパ通貨が対ドル対円で買いが継続される動きとなりました。ドル円はアメリカ2月生産者物価指数の改善やアメリカ2月住宅着工件数の大幅な増加と日銀の銀行支援のためのレッツゴローン供与の方針の報道を受けて円売りに拍車がかかり、一時98円98銭まで上昇。その後は高値圏での戻り売りに押され98円46銭へ反落し98円59銭で引けました。ユーロドルは 1.2932 ドルまで下落、その後は株価の上昇につれて継続的に買いが入り 1.3022 ドルへ反発し、序盤の下落分を取り戻し 1.3017 ドルで引けました。ユーロ円はアメリカ住宅着工件数の発表後のドル円の下落につれて127円74銭まで下落しましたが、その後は128円台前半での落ち着いた値動きを見せ128円33銭で引けました。ポンドドルは朝方に 1.3966 ドルまで下押しされた後は 1.40 ドルちょうど近辺での揉み合いの後、株価の上昇につれて 1.4058 ドルへ反発し1.4039 ドルで引けました。ポンド円も指標発表後に138円2銭まで下落した後、一旦138円68銭まで戻しましたが、おおむね138円40銭近辺での揉み合いとなり138円42銭で引けました。さて、東京市場前場は朝方株高を予測した動きからユーロなどが対ドル対円で上昇、つれてドル円も上昇に転じましたが、その後は株価の失速につれて売りに押される動きとなりました。ドル円は98円台での値動きとなり、朝方はクロス円につれ98円84銭まで上昇、その後は日経平均株価の失速を受け98円29銭まで反落した後、98円50銭近辺での揉み合いとなりました。ユーロドルは狭いレンジ内での取引となりました。朝方 1.3043 ドルまで上値を広げた後は一旦 1.3002 ドルまで反落し 1.30 ちょうどを割る動きを見せましたが、下げ止まりを見せ、その後は買い戻しから1.3045 ドルまで上値を広げる堅調な動きとなりました。ユーロ円は買いが先行、一時128円83銭まで上値を広げましたが伸び悩み、その後は128円3銭まで反落し128円30銭近辺での値動きとなりました。ポンドドルも朝方1.4073 ドルまで上昇した後は一旦 1.4030 ドルまで反落しましたが、再び買いが戻され 1.4050 ドル近辺の小動きとなりました。ポンド円は買い先行から一時139円5銭まで上昇しましたが、その後は138円8銭まで反落し、その後は138円40銭近辺での小動きでした。それではここで今日予定されている経済指標をご覧ください。
深夜予定されている FOMC の政策判断が注目されます。 FRB の長期国債買取は見送るとの観測ですが、予想外の量的緩和策が打ち出されるとドルは一時的に緩む可能性があります。以上、午後の FX フラッシュを終わります。この後 PM テクニカル分析は夕方6時頃からお送りします。